よっしゃ、ゲームやっていきたい。どうも、ライスゲームズのライスでーす。ですね、前回はね、ちょっとね、変な死に方をしてしまって、本当に申し訳なかった。ということで、今、7階のレベル12、そして満腹度が200の状態で、武夫の杖がプラス1の重装がプラス2という、そして弓も98本という、結構ね、最高な状況できてます。で、おにぎりと大きなおにぎり、目薬、草と、まあ、こんな感じでいっぱい持ってます。まあ、今回ちょっとね、鬼武者の肉がちょっと少ないかなとは思うんですけど、まあ、こんだけ平均的に持っていれば、まあ、状況打破できるんじゃないかなと。前回はちょっと同じものを持ちすぎたため、負けてしまったのではないかなと思ったので、今回はね、いろんな肉を、ご用意してまーす。まあ、キメムシャの肉は基本的には欲しいんだよな。おにぎりとかはいらないから。もうおにぎりっていうかもう、満腹度は200だから、もうかなりね、強い状態なので、満腹度はね。なので、あぼれはいらんか。踊るか。踊るの肉1個ぐらい欲しいな。踊るの肉はですね、満腹度が30ずつ上がるんですよね。かなりね、効率的にね、もう、おにぎり何個分だ?おにぎりもうなんか無限分だから。まあ、それはちょっと言い過ぎなんですけど。いや、かなり強いね、肉なんで、まあ、欲しいっちゃ欲しいんですけど、まあ、敵を倒せばね、こんな感じで、マップが上がるからね、いらないんじゃないかなとは思うんだけど、とりあえずね、ちょっとレベル上げとかないかないかな、どうかな。重装の盾があるからね、もうこの時点でね、下に潜りまくってもいいような気がするんですけど、ちょっと鬼武者の肉が欲しいような気がするな。それかあれだな。おお、踊るか。踊る来ちゃったか。これ倒したいんだけどな、無理か。無理だな。もう無理な時は、キメムシャを食べて、攻撃して、死ね。はぁ。無理でした。毒。で、これで回収と。もう回収するしかないな、これで。ほーら、この満腹度の回復率よ、半端ねえ。もうやばくなったら、キメムシャだからな。それで突破はできるんだよな。一体はな。ただ、モンスターハウスの時は一番ダメなんだよな。身代わりか、ウンデバーが欲しいんだけど、魔人か、どこにいるんだ?あ、いたじゃん。魔人か。こいつのね、杖も強いんだよな。よいしょ。はい。あー、一位しのぎ。お、マジか。ピヨった。やばい。これはまずい。装備しよう。降りよう。これはもう降りよう。さあ行くぞ。まずこいつぶっ殺してと思ったけど、痛い。まあ、こいつぐらいなら、重装持ってれば、負けることはないでしょう。お、しかも倍速だな。よし、最高。いいね。闇袋がいるな。闇袋の肉ってどういう効果だっけ?あ、明かりだ、明かり。明かりの巻物と同じ効果なんだよな。だから結構強いんだけど、ここは、重装持っとくか。重装持つと、楽だからな。はい。回るポリゴンも欲しいな。一個ぐらい。まあ、一個持ってるんだけど、確か持ってたよね。うん。もう一個ぐらい欲しいな。まあ、おにぎり変形に変更してから敵を倒すっていう手もありだな。変形まだいっか。はい。子供戦車はね、2回行動なんで、まあ1個ぐらいは欲しいかなと。食べる。よし。取っとって。鉄の意味はいらんな。はい。で、あとは何かな。死神か。死神は別にいらんな。死の使いか。死神が欲しいけど。
死神があったら最高だからな。死神は強すぎる。わーい。いいね、これウドゥバ。ウンドゥバがいる。ウンドゥバが。ウンドゥバどこか。あ、ピータンか。ピータンただの未開国だからな。どうしようかな。将軍ありは欲しいね。闇袋。おお、5000円もするんや。高えな。明かりね。闇袋が5000円なの。闇、明かりが300円なの。あ、もうすかね。はい、はい、はい。OK。重装があるから楽勝だよ。保存いいね。力、力飛んどくか。目薬、保存いっとくか。保存に。おにぎり見とくか。まあ、おにぎりいらんような気がするんだけど。はい。軍隊槍も欲しいな。軍隊槍も買っとこう。軍隊槍か。軍隊槍。軍隊槍は、あの、ピッケルみたいな感じなのかな。ピッケルっていうか、ピッケル、ね、ピッケル、うん、いいか。ちょっとね、結構簡単に死にすぎてるからね、あんまり無茶はしたくないんだよな、もう。もうクリアしたい。正直。もうクリアしたい。結構ね、簡単なはずなんだよ。結構ね、ちゃちゃってクリアできたようなイメージがあったんだけどな。おかしいんだよな、俺のプレイが。じゃあとりあえず行くか。一気にレベル上げられたら、一気にクリアできるんだが。ねえ、こいつ、ぜぜ。ほら、来い。ほら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 、子供戦車はね、通路じゃ絶対攻撃してこないんで。あれ、来ないぞ。あ、クソ、逃げられた。まあ重装もあるし打破はできるな。あ、軍隊、お、ウンドゥバがおる。ウンドゥバのね、肉はね欲しいな。どこいつ、おい、ウンドゥバ。あー、ウンドゥバはね、やり過ごしの壺と同じ効果だからね。いで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 。お、いいね、ウンドゥバ。いいじゃない。はい。はい。よし。ゴリ押しで勝つというね。本来ならあそこは逃げるんだけどな。重装の力で。よし、オッケー。これ逃げちゃう。痛い。はい、オッケー。わあ、右から将軍兵隊ありが来てるな。あ、変なとこ行った。よし、移動回復して。うざ、来い、早く。あ、うぜ、これうざいパターン。あ、いたいた。しかも痛いし、うざいパターンだな。お、つなげてくれたな。ありがてえ。ありがてえどころじゃねえ、全部あれや、あいつが掘ったやつや。おお、めっちゃ掘ってるな、あいつ。掘りすぎだろ。ホリホリくんやな。あと何がいるかな。特にまあ欲しいものはないな、今。とりあえず奥に行ったら骸骨、骸骨魔人かな。坊やはいらんから組んでおこう。坊やは打破できないからな。もうちょっとな、モンスターハウス突然来た時に打破できるやつが欲しいんだけどな。まあ、ウンドゥバが一個あるから。お、ここ通路だから。こいつ逃げ回るだけ。あ、くそ、こいつ。よし。くそ。よし、オッケー。ルフーはプラス1だからいらない。ウンドゥバ2つあってもいいぞ。くそ、出ないか。ガンマラか。ガンマラ無視。うわ、いた。お金取っていいぞ。よし。あいつ倒したらレベル上がるけどな。三日月はなんだ、とりあえず入れるか。入れる。お化け大根は1個あったら十分だな。はい。見る。あー、そっか、いらないな。入れるじゃなくて名前。そう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 。よし、完璧。そっか。あ、そういえば倉庫って投げれば絶対にあれなんですね。絶対に落とし穴ができるんですね。全然。知らなかったわけじゃないんだけど、落とし穴って、あれ
青、あれなんだなと、倉庫なんだなと、なんか別の壺かなってずっと思った。完全に、あ、いた、くそ、こいつ、あ、こいや、あ、お前が来たよ、ほらほら、よし、いいぞ。とりあえず倒しとくか。ギターの方作っとくか。はい。あ、くそ。見る。見る。見る。おにぎり食べる。一応、回るがあるから。回るポリゴンがあるから。まあ、なんとか。飯は。一旦なんとかなるけどな。あと、逃げピーターはダメか。おにぎりが若干少ないような気がするけどな。ガマグッチどうしようかな。どこにいる？こいつはな、飛べるからな。おにぎり変形いらんか。あ、待てよ。おにぎり変形、亡霊回り、逃げピーター。わ、どうしようかな、これ。ピーターいらんか。ピーターいらんな。ピーターン、お肉。オベアいらんか。ナイフい。よし、ガマグッチ手に入って。とりあえず上行くか。今10回か。スーゲイズね。ゲイズが出てくるところからか。お、パプレコキン。こいつが来たな、とうとう。さあ来い。お前を1個必ず持っておきたい。前回はな、持ってなくてな。苦労しちゃったからな。よし。これ何がいらんかな。骸骨マードいらんかな。骸骨マードいらんかな。文芸じゃったらダメだ。やっぱ魔人だろ。よし、パプレコキンいいね。これであとはモンスターハウスかなんかを引けばレベル上げをしやすくなるんだ。おい。お、パプレコキン。よいしょ。もう一個欲しいな。パプレコキンもう一個欲しいけどどうかな。今回重曹があるからかなり楽だな。まあ、見切りとかね、あってもね、意味ないからね。よし。オッケー。はい、ゲイズ。ゲイズも突破はできるんだけど、一体には突破はできるんだけど、あんまりないからな。ちょっと、とりあえず食べておこう。セルアーマー。セルアーマーも悪くはないんだけどな。アイテムくれるから。いて。あ、マジで。回復して。そうさ、雑だな。回復するときは重曹とか外すんだけどな、本来は。まあ、ここの、あれ、どこにあるの？あ、これめんどくさいパターンか。まあ、本来ならね、本当に。お肉じゃねえ。おにぎりがね、かなり、なくなりかけたりするんだけど。あ、これちょっと重曹外すか。起きた。うえー。あれ？あ？おい、ふざけんなよ、途中止まるんだよ。あ？あ？ねえ、これ。いじめか、これ。あ、くそ、なんか来たぞ。あ、うざい。うわ、結構強い。あ、ちょっと待って。食べておこう。一応食べておこう。あー、決め武者少ないな、ちょっと。よし。じゃ、探すか。こういう時はな、パプレコキンいいんだよな。全然見つからねえじゃねえか。ただな、HP が低くなった時はね、こいつはどうしようもなくなるからな。とか全然ないじゃん。ここにあるんだよ。ひぃ、あ、そっか、隠れとんか。あー、これめんどくさいパターンだな。階段ここら辺ないかな。ほら、お、あ、階段あるじゃん。なんだよ。お、やべ、よし、完璧。あ、
パプレクキング来たのめんどくさいか。ああ、ミスった。よし、いいぞ。パプレクキング来たらめんどくさい。戻って重装装備だ。よし、これで楽だ。外すね。ほら。ほい、オッケー。お、パプレクキングいいね。川は、川はいらんだろ。待て、川はいらんけど今欲しいな。今だけ欲しいな。あ、いや、線外そう。外して回復しよう。来たか誰か。もう一回。ほいほい、オッケー。よし、何だ、風船外して、ほい、誰か来たぞ。前のトーンか。あー、もう、あー、オッケー。よし、外して、よし、でこれで装備してレッツゴー。よーし、10回。もう99回なんて普通本当に簡単なはずな、簡単なはずなんだけどな。めっちゃ死にまくってる。あー、あ、マジかよ、重装なくなっちゃったよ。あ、どうしよう。あ、重装なくなったぞ。おい、重装なくなったぞ。おい、ふざけんじゃねえよ。どうしようかな。重装なくなったな。下手したら死ぬな。マグル投げとくか。おい、あ、うぜえこいつ。あー、うざい、非常にうざい。あー、クソ、逃げていたのに食べるか。はっ、あ、攻撃されたら飛ぶんか。まあちょっとうぜえよし。はん、また来た。こっち2回行こうだよ。おいおい、1しか当たれないじゃないかよ。全然知らなかったよ。なんで1しか当たれない。ほんと逃げるだけだな。ダメージ食らったら逃げるんか。くそ、重装の盾がなくなるなんてのは、くそ、それはまあちょっと油断したわ。ほら、あ、あ、あ、戻るか。戻って、あ、ピータの時は明かり、明かりっていうか敵の場所が分かるようになるんだ。知らんかな。ほらほら、よし、クロスボウやね。いらねえな。あー、うざい、やばい、ゲイズ、よし。あー、ちょっとやばいぞこれ。うわー、まさかな、セルアーマーがこんなにうざいとは思えんたわ。こいつもうぜえ、お前もうぜえ。ここら辺で待つか。さあ来い、来たか。待てよ、弓を使おう。よし、うん、あ、一発かい。あ、鉄いらねえ。うお、痛い、もうびっくりするわ。ちょっとやばいな、防御。くそ、盾結構捨ててきたからな。あ、やべ、骸骨魔人がね、あったらな。はい、あ、やべ、バカ、俺のバカ、また死んじゃうのか。怖い、あぶねえ。ほら、よし。あー、レベルが低いんだよな、レベルが。腹が減ったんか。回る、回るな。まあこういう、うーわ、邪魔だな、お前。こういう時にしか使えないんだけどな、回るは。最初の時にしか。敵が強えな、ちょっと。どうしようかな。お化け大根ハンニャ、軍隊でいい。あー、どうしようかな。ピータンはないし、死神。死神も強いからな。あえてガマグッチにして。うん、敵は強いんだよな。回る使えねえな。敵が強いから回るが使える。お、これいいな、これ最高だな、これ回るで。
こいつのスタミナ取っちゃおう。よし、お腹いっぱいになるところで。で、これ一回逃げて。うわー、痛い。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。